世の中にはさまざまなことが起こります。良いことだけではありませんが、若様にはいつまでも純真でいてほしいです。心清き者は皆を照らす光となりますが、傷つきやすいですよね。あなた様は純潔な心をお持ちです。かつての友を思い出します。なぜか若様とはかつてどこかで会ったような気がするのです。甘いものと塩辛いもの、どちらが好きか。若様はなぜそうした質問をなさるのでしょうか。シャンパオは魔除けとして使われているものです。若様も持ち歩くと良いですよ。この五色の糸はチョウメールという縁起物ですよ。若様にも結んであげましょうか。面壁九年と言いますね。白髪になろうともそれは変わりません。え、白髪になった原因ですか。それ話す必要ありますかね。ありがとうございます。誠に恐れ入ります。良きものをいただき感謝いたします。長い夜の果てに様々な道行きを紡ぐことになるでしょう。けれど怖がる必要はありません。あなた様のことは世がお守りいたしますからね。トンとしてまさに東方に遺伝とし、我が艦を不相に照らす。若様はご存知ですか。有名な神楽歌です。お帰りなさいませ。お疲れでしたら薬湯に入りませんか。癒されますよ。悲しきは生きながら別離より悲しきはなく、楽しきは新たに愛知るより楽しきはなし。道中の浮上は世が払う。敵に屈することはなし。不浄なものよ、散れ。弔うこと以外何もできないのでしょうか。液をが心のよしとするところ、九死といえども、それなお未だクイズ。お疲れ様でした。勇王酒で勝利を祝いましょう。これは自然からの賜り物です。人事を尽くして天命を待つ。また一歩目指す姿に近づけましたか。道は漫々とし、それ終焉なり。我まさに上下し、求め尋ねんとす。我が友屈原の作です。このような人でありたいですね。かの人が川に沈んだ時に、こうした温かさを感じていたなら。毎日忙しくしておられる姿をお見受けします。無理はなさらぬよう願います。